カントリーから1曲ですね、お送りしたいと思います。
カントリーの定番の曲から1曲ですね、皆さんのご存じで聴いていただいてます。ジャンバラエティ曲ですね。
まあ、1時間程度ちょっと演奏しますんで、お付き合いがれたらと思っております。ありがとうございます。じゃあ皆さんのご自の曲1曲いってみたいと思います。ジョン・デンバーのナンバーから1曲ですね、お送りします。 Take me home, country road。Thank you.
ケンタッキーオールとメドレーをしました。じゃあちょっとテンポに1曲いってみたいと思いますね。ハンキタンクルーズ。Thank you.
んだから You're cheating her。亡くなったんですけど、100曲以上作っとったみたいです。それが今の勘というのが原点になったそうですね。今日は、ね、初めて見られる方もおると思いますのでですね、メンバーを紹介したいと思います。よろしくお願いします。一番左から、座っておりますけど、ペダルスチールギターという珍しいやつを使っておりますね。カントリーではですね、必ずこれが入らないとちょっと気持ちが出ないと。ペダルスチールギター担当、ジェリー小島でございます。よろしくお願いします。その隣サイドギターがボーカルの時に来ています。ケリー前田でございます。よろしくお願いします。はい、ここから真ん中にくちゃんこに座ってますけどね、ドラムスさんと太鼓持ちです。サンティ元山です。よろしくお願いします。ちなみに一番最年長でございます。73になったかな。はい、頑張っております。寒さにも負けず今日熊本から来ております。それからこっちですね、ベースギター担当サリー陽太です。よろしくお願いします。メンバーの中で一番背が高いですね、ノッポのサリーと言われてます。よろしくお願いします。もうタイガースのサリーに明け惚れてますね。ベースギター担当、よろしくお願いします。はい、最後ですね、残りました残り物の福やり、リードボーカル、リードギター、MC、ショム担当テント松岡です。よろしくお願いします。バンド名はですね、カウパンチャーズです。カウパンチャーズ、なかなか聞き慣れない言葉かなと思いますですね。英語で言うとカウボーイのことです。カウ、牛ですね。でパンチする人、要は牧道のことですね。
虫をバチバチ虫を打ったり薬品で薬品をしたりする人のことをカオパンチャーと言ってます。それの集まりで、実際農業とか牧業には達しておりませんけどね、みんな普通のサラリーマンで頑張っております。今日はですね、このメンバーでお送りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあですね、ここで知ってるギターをね、せっかく紹介しましたので、彼はあのギターをですね、ちょっと吹聴したということで、インストルメンタルですね、お送りされてます。レッドウィングです。よろしくお願いします。世間の女性がたくさん見えておりますのですね、その人たちのために歌ったわけです。 Hey Good Looking かわいこちゃんという曲ですからね、行ってみたいと思います。 Hey Good Looking What you got cookingThank you.
曲ですね。じゃあまた懐かしい曲いく。じゃあ菅原由さんが歌ったところ。Thank you.
ボーカル歌ってもらいましょうかね。映画のタイトルも入ってますからですね、そのD.G. キングという人が歌ってますね。その中から1曲ユーチューブです。スタンドバイミーです。よろしくお願いします。スタンドバイミ静かな曲を聴いてください。 Blue Eyes Crying in the Rain です。
ージ・ジョーンズの曲を1曲ですね、一緒にこの世界をですね、あなたと一緒に通ってやってまいりたいという曲がありますね。Walk through this world with me。Rain